新潟県内のゴールデンウィークの渋滞予測をお伝えします。今年のゴールデンウィークは北陸道の富山方面へ向かう上り線で注意が必要です。中之島見附インターチェンジ付近で5月3日の10時をピークに最大5キロの渋滞を予測しています。交通量が多くなるゴールデンウィークでは車間距離を適切に確保すること、またむやみな車線変更を避けることで事故や渋滞の発生を予防することができます。こちらの情報を事前にしっかりチェックして安全運転でお出かけください。